こんにちは、粟田洋介です。今日はワンパターンから脱却する方法についてお話ししたいと思います。それからまた例によってキャンバスに絵を描いていくんですけど、その脱却の方法を実際に絵を描いてやっていきます。脱却の方法っていうトピックなんですが、ワンパターンでも良いという理由と、ワンパターンから脱却する方法、それから新作を生み出す方法、この3つのお話をしたいと思います。毎回毎回描いてる構図とかモチーフとか、まあ似たような絵ばっかりになってしまうというお悩みを持っている方いらっしゃるのではないでしょうか。私も毎回似たような猫の絵ばっかり描いていると、なんだかそんな気分になってしまうことがあります。毎回毎回ワンパターンだと、なんか違う絵を描かなきゃと思って、真っ白なキャンバスのままずっと何の絵も描かないということになってしまう方もいらっしゃると思います。だったら違う絵を描くにはどうしたらよいかというお話をする前に、別にいつも同じような絵だっていいんだっていう理由をお話ししたいと思います。これは絵だけじゃなくて違うジャンルの作品にも共通することなんですけど、例えば好きな音楽、好きなミュージシャンの曲がありますよね。で、この曲もいい、この曲もいい、この曲もいい、でもどの曲も結構似ていて、まあ同じようなのがいいというか、その曲が好きだから、それに近いまた同じような曲でちょっと違うっていうのがいいなっていうのあるじゃないですか。そのミュージシャンが新しいアルバムを出した時、また前回と同じような感じでよかったって誰かが感想を言ってるのを聞いたことがあります。同じような感じなんだけど、ちょっと違うっていうのが、ちょっとのちょっとが違う刺激で、同じような好きなものがちょっと変わってるっていうのが、聞いてる方としては嬉しいわけです。絵だって同じで、描いてる人から見ると同じように見えても、見える人から見ると違く見えてる場合があります。例えば私の今年のカレンダーの絵、1月、2月、3月ってどれも1匹の猫を描いてるんですけど、色が違う、猫の種類が違う、背景が違う、季節感が違う、いろいろ変えているんですけど、描いてる私から見るとどれも同じ猫の絵を描いたって感じがするんです。描いてる私は全部同じに見えてるんですけど、まあ同じには見えてませんけど、まあ同じようなもんだって思ってるんですけど、それをご覧になってる方の話を聞くと、一枚一枚それは違うもの、まあどれも私の作風で描いた猫の絵、そういう風に見てはいるんでしょうけど、一枚一枚なんか違う風にご覧になってて、この絵が特に好きとか、こんでこっちの絵はこうこうこうでいいなとかね、なんか私は同じように見えてるのに、第三者から見ると同じでもなければワンパターンでもないということです。しかし第三者でも、これはワンパターンだ、全部同じだという方もいらっしゃると思います。でもそういう方々は、最初から私の絵が好きじゃなくて、で、私は別に私の作品好きじゃない人のために絵を描いてるわけじゃないので、それでいいということです。だから同じような絵を描いたっていいんです。だとしても違う感じで描きたいんだという方もいらっしゃると思います。私もその一人です。それでも同じように描いていいんです。ワンパターンを変えていくんです。これは別の動画で描いた絵なんですけど、この絵を描くのと同じスタートで、こっちのキャンバスに違う感じで仕上げていこうと思います。同じパターンからの脱却ですね。似たような感じで半分半分、白と黒で塗ってみました。ここからまだ少し似たような感じで進めていこうと思うんですが、少し変化をさせたいと思います。ワンパターンから脱却するのに、なんで同じ描き方から始めるかというと、いつもの作風からガラッといきなり違う作風に描き換えて、それでうまくいくんだったらそれでいいと思うんですね。ですが、その新しい作風へのしっかりしたビジョンがあったとしても、今までと全然違うものを自分の作品として、自分の作風にしっかり作り上げて描いていくっていうのは結構大変なことで、仕上がりに苦労してスランプに陥ってしまう場合もあります。うまくいく場合もあるんですよ。だからガラッといきなり違うことをやって、でうまくいったらいいんですけど、うまくいかなかったら描き慣れた描き方から始めて少しずつ変えていく、もしくは少しだけ変える、付け足していく、そういう風にしていくというのも一つの方法だと思います。
さっき同じような絵を描き続けてもいいって言ったんですけど、同じ絵を描いてる中で少しずつの変化が得られるかもしれないし、少しずつの変化をつけながら描き続けると、その変化していく過程でたくさんの作品を描くことができます。色、あとはちょっと形が違うってだけで、なんか構図とかアイデアはほぼ同じです。いつも同じになっちゃうのは、アイデアがそれ以外ないとか、そういう時も多いと思います。なんかいろんな人の作品を見たり、作品は絵画とかイラストとか絵じゃなくても、なんか映画でもいいし、本でもいいし、音楽でもいいし、まあそういったものじゃなくても、日常を見たり聞いたりしたもの、目で見なくてもなんかのアイデアっていうのはあると思います。まあ私の場合はそういったところから、なんか面白いなと思ってることが作品の題材とか、ちょっとしたモチーフに現れたりとか、あとは感情とかですね、雰囲気とかも変えてったりするんですが、まあ人それぞれいろいろな形で情報を得て、何かがインスピレーションになって、それを作品にしていくっていう感じになるんじゃないかと思います。インスピレーションを得た何を取り入れたいのか、こっから何を変えていくのか、そういったことを考えるのもクリエイティブで楽しいプロセスなんだと思います。同じような作品ばっかりっていうのは、それはシリーズということで、歴史上の画家とかもシリーズ作品で描いてて、同じような絵を描いてる時期っていうのがあるんですよね。で、また別、まあ似たような感じで似たような感じで、いつもの作風で違うテーマとか、そういったものを表現することによって違うシリーズを描き始めるっていうのもありだと思います。絵が完成しました。これは水晶玉の中のお友達というタイトルです。これと比べて、なんかこの顔半分違う色の人と猫のシリーズって感じですね。違うシリーズにもならなかったし、同じパターンの絵なんですけど、同じような絵ではなくなったんじゃないかなと思います。今回は同じような絵を描いたっていいんだっていう理由と、ワンパターンからの脱却という両極端のお話をしているんですが、誰のために今描いている絵を変化させたいのかということですね。もし私が同じような絵ばっかり描いているのを自分が変えたい、なぜなら同じような絵ばっかり描いてて自分が楽しくないとか、なんか人生の意味がないとか、そういう風に感じた時に変えるんだったらいいと思うんですけど、変化させる理由っていうのが自分以外の誰か、
例えば誰かに同じような絵ばっかり描いてたんじゃダメだとか言われたっていうんであれば、そんなこと言われてしまったと言って変えなくちゃって私自身思うかもしれないんですけど、でもそれで変えるっていうのはどうなのかと思うんですね。私が同じような絵に描きたかったら、私は同じようなワンパターンの絵をずっと描き続けます。ただ私は飽きっぽいんで、なんか新しいこととか新しい作風とか考え出して作り出していくのが好きなので、私は新しい作風をどんどん作り出していきたいなと思っています。なんか悩んでたり、先へ進めなかったり、なんかスランプに陥っていたりとか、そういった時にこうしなければならない、こうしてはならない、そういった言葉はどん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 自分を追い込んでいって、もう泥沼にはまって動けなくなってしまうんですけど、何々しなければならない、何々してはいけない、これじゃダメだ、あれじゃダメだ、こうしなくちゃダメなんだという言葉よりも、ダメだと思い込んでいる状態でもそれでいいんだよって思った時に、今までうまくいかなかったことがうまくいき始めたということが私には多々あります。うまくいき始めるっていうのは少しずつの変化ですね。いきなり変えようって言ってもうまくいかないから苦しみ出すんですよ。なのでこれでいいんだよっていう考え方は私にはものすごく効果があります。なので今日はワンパターンを脱却する、新しい作風を作り出すというお話の他に、同じような絵を描いたっていいんだよっていうお話をしました。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。